はい、えー、お疲れ様です。無料のビットコインなんですけども、まあ、ホーム画面がこちらですよね。で、いろんな、この四角に囲った指示が4つぐらい出てます。まあ、これはほとんど有効なものではないんですけども、できるのは、この1時間に1回ルーレットを回すことだけですよね。で、今、ルーレットを回した直後なんで、これができないということになります。で、そこでですね、この報酬ってところがあるでしょ。ここをちょっとクリックしてもらいたいんですよ。報酬ってところ。 でそうすると、上の方から自動的に溜まるリワードポイントっていうのがあります。これが28,259溜まってるんですよね。これ自動的にここまでで溜まったんですよ。で、ここで獲得したポイントを素晴らしい商品やボーナスと交換しましょうって書いてますんで、この28,259が何かに交換できるのかなっていう風になってるんですよね。無,で無,無料でプレイするビットコインロールごとに2ポイントの 無料報酬ポイント。ま、あこれはいつももらってるやつです。それから紹介者がなんとかかんとかって書いてますのはあんまり関係ないかなっていうところなんですけども、このリワードポイントをね、これ RP って書いてるでしょこれを Foil of Fortune。つまり、えー、この WOF に交換することができるんですよ。さあ、交換したら何かいいことがあるのかなと。ここ押してみますね。で、そうするとこういうのが出ます。で、これね、えー、チケット数1って書いてるでしょで、16、 リワードポイントを使って WOF チケットが1枚もらえるんですよ。この1枚によってルーレットを回してちょこっとだけビットコインがもらえるって形になります。ちょっとこれ交換してみますよ。はい、もうすでにね、1日1回しかできないんですけども、やってしまったんで今日は使いません。あと22時間待ってくださいってことになります。まあ、全然たまんないですね。はい、というのが1個ありますんで、毎日これは回すようにしてくださいってことになりますね。で、ポイントを換金するってあるでしょ。で、これがね、 監禁できるんですけども、ただ、あまりにも、その、単位がちっちゃすぎてね、今監禁してもあんまり意味がないんでやりません。で、その他、リワードポイントの商品、これ前も紹介したと思うんですけども、エレクトロニクス商品なんですが、このようになります。あの、ルピーっていうのはね、あの、変換ミスで、リワードポイントのことです。果てしない桁でしょう。282万7264リワードポイント必要なんですよ。ね、さっきのね、 この2万8000ポイントですから、あと100倍ぐらいいるってことになりますね。それぞれ全然届かないんですよ。で、2万8000でもらえるのは何やってことなんですけども、ハードウェイウォーってっていうのは多少安いんですけども、それでも全然足りないと。ギフト券はってことになると、まあこれも全然もらえないですね。で、無料 BTC ボーナスって書いてますけども、これはまあ結構もらえるかなってとこです。ね。ポイントを交換して、無料の最低ビットコイン報酬を増やしましょう。各ボーナスは 交換後20時間有効ですあこれは使いますね。これは使っていかないと損だ、逆に。だって、637リワードポイントを使うと、ボーナスが1000%になるわけですよ。いや、これやんないとダメでしょ。ああ、今まで気づかなかったですね。次からこれをやろうと思います。で、これを1回作動すると、確かにボーナスが1000%になるんですけども、次の日1日だけが、これに24時間有効でしょ次の日1日だけは1000%になるんですよ。 ね、だから、美味しいことは美味しいんですけども、まあでも1000、1000%ってそんな大きいのかな ?10 倍ってことでしょもう、びっくりするほどでかくはないですね。ただまあ、やらないと損なんで、次からやろうと思います。で、ルーレットは1日1回しか押せないんじゃなくて、1時間に1回押せるんですよ。ということは、このリワードボーナスで1000%にしたときっていうのは、あの、まあ1回でも多くね、1時間に1回あたりのルーレットを押せた方がいいんで、 次の日、忙しい日はやんない方がいいですね。次の日、べったりパソコンの前に貼り付いていられるよって日なんてのは結構ね、やる価値があるのかなってことこです。はい、次、宝物ボーナスです。1ロールあたり100枚。あ、これもやってもいい。宝くじをね、やってもいいかなってことですよね。なるほどね。で、楽しいトークンボーナス。うん、全然楽しくないんですけども、うん、まあ、でもフォーク、ファントークンがもらえるの ホイールオブフォーチュンボーナス。まあ、これも悪くないですね。まあ、それぞれ使っていかないといけないので全然使ってないですね。ということで、次回はね、この辺を使い倒す動画にしようかと思います。それじゃ。